水溶液中の金属イオンの色の語呂合わせについて解説するよ。金属イオンの中には水溶液中で色がつくものがあるよ。要素は金属イオンじゃないけど、大切だから入れておいたよ。まずは語呂を紹介して、その後ストーリーを解説するよ。土星、銅にプラスの、土。青という漢字を別の読み方で、星。鉄に足り、鉄にプラスだから、鉄に。単緑色なので、足り。手下げで黄化。鉄酸プラスだから、手さ、黄化色だから、黄化。ニクロンだ緑。ニッケルとクロムなので、ニクロ、緑色だから、緑。マン担当。マンガンだから、マン、担当色だから、担当。クロウシニオ色。CR、O。42-は語呂合わせで、黒牛に、黄色だから、汚色。くるくるオナニー石頭。CR2O72-は語呂合わせで、くるくるオナニー、石頭色だから、石頭。マン、推しにアンリ。MNO42-は語呂合わせで、マン、推しに、暗緑色だから、アンリ。マン、推しい、アム。MNO4-は語呂合わせで、マン惜しい、赤紫色だから、アム。イサン、は、カツ。アイ、3-は語呂合わせで、イサン、褐色だから、カツ。続いて、ストーリーについて解説していこう。まず、舞台は土星。そこでは、人々は鉄を見たり、手下げカバンで人生を、謳歌していた。しかし、鉄を煮すぎて緑色になってしまったようだ。鉄を煮る管理者の担当の、男がやってきた。金を払って失敗をもみ消した。この男は苦労が大好きで、バレたらやばいことになるだろうと、思いつつも、苦労を味わうために積極的に、汚職をする。クロウシに汚職をする変態だ。変態男は、バレることを想像しながら石頭の、近くでくるくるオナニーを、した。すると、そこに、この男の推しのアンリがやってきた。思わず男はアンリに、アム、と、噛もうとした、が惜しくもできなかった。アンリは男を嫌っているようだったが、男が遺産で、大金が、手に入ったことを告げると、心変わりしたようだ。遺産最強、遺産は勝つ。では最後に、もう一度確認しよう。ストーリー記憶は頭に、残りやすいから、ストーリー、を想像しながら見ていってね。土星。鉄に足り。手下げで、黄化。ニクロンだ、緑。マン、担当。クロウシに、汚職。くるくるオナニー石頭。マン、推しに、アンリ。マン、推しい、アム。遺産は勝つ。これで水溶液中の金属イオンの、色は完璧だね。